おはようございます。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていこうと思います。サコイン新聞購読視聴規約、ここでね一旦この動画を止めていただきまして、大きな画面でここに記載されている第1条から第7条の文言を一語一句読み取り、すべてなくお読みください。すべて一語一句承諾できた人のみこの次の追加の動画を見ることができますよ。来日令和元年10月26日土曜日、暗号室サコイン中野研究会。皆さん大変なこと起きましたよ。ちょっと今朝早くて、朝の4時39分ですね。今日は朝3時半から起きてますね。朝の3時半から起きてます。最近ね朝早いんですよ。はい、朝早くてね、はい、メイソンリーは早いんですからね、朝ね。朝早起きは三文の徳って言いますからね。で、今日はね、なんと、私言いましたよね。私言いましたよ、二日前にね。言いましたよね。ビットコインが完全復活いたしました。中野研究会ね、毎月1万1000円払ってね、中野研究会に入ってる方はね、もうすでに私から、情報をね、提供しておりました。皆さんもね、たった一月1万1000円ですからね。それ以上の元手はね、取れますからね。FX とビットが仮想通貨でね。なんと、中国で、ビットコインが再び解禁される可能性が出てきたということでですね、ビットコインが爆上げしてます。はい。まあ、ビットコインって言えばね、中国人っていう感じでしたからね。2017年の末までね。で、そこで、2018年の頭ぐらいかな、中国が、ビットコインとかね、仮想通貨の取引を、まあ、禁止にしちゃったんですよね、中国人のね。それでビットコインの価格がどんどん落ちたんですけど、まあ、また解禁というね、雰囲気が漂ってきてですね、まあ、中国人も買ったんでしょう。そして、世界中の人が買ったんでしょう。一瞬にして、すごい金額になりましたね。はい、それで300万円超えるかもしれません、年内にね。それで見てみましょうか。まずはまあ財布ですね。財布から見てみましょうか。はい、これね、あー、イーサリアムですね、これね。はい、これ見て、ビットコイン爆上げですね。これ1時間足ですけれども、爆上げですね。一時94万9000円、95万円いきましたかね。95万円ちょうどいきましたね。はい、ここら辺でね、一旦この量子コンピューター、Google がね、量子コンピューターを開発して暗号技術が、仮想通貨がもう使い物にならないんじゃないかということでね、こうやって、まあ、1日に2日間ぐらい、これ下げましたね。86万から。80万円ギリギリまでね、下がって、もう、ビットコイン FX やってた人はね、損切りになった人もいるんじゃないですか。ただこれ戻すよと。僕は戻すよとすぐにって言いましたよね。2日前に言いましたよね。そしたら案の定、戻りました。これはね、あっち系の情報から来てますからね。はい、正しいですね。で、まあ、前回ね、このトランプ大統領が弾劾裁判にかけられるってことで情報があってね。9月25日から、まあ、大きく下がったと、100万円からね。100万、110万ぐらいあったのが、一気にね、これ、83万円台にまでね、まあ、平均すると88万円台まで落ちてると。そして、Google の量子コンピューターで80万円まで落ちたんだけど、まあ、一気に回復してですね、この上げ、この上げ分かるでしょ？年末の年末のこれと一緒ですね。2017年の年末のですね、これと一緒ですね。これと一緒ですね。ちょうど、そうだな、上がってきたのはこの辺かな。7月から上がってきて、8月で一旦休憩して、
9月でしょ。で、ここら辺で一旦上がってまた下がったと。で、11月13日ぐらいですよね。この上げ見て垂直上げですよね。まあ、今回も垂直上げですね、これね。垂直上げが始まる。まあ、ここら辺と一緒ですね。はい。こっからまたね、垂直、まあ、こっから、一時ね、35万とか、まあ、もうクズみたいな金額がついてたビットコインですが、今年のですね、だからこのクズみたいな金額ついたのが、一番低いのが、まあ、去年の12月14日、とか、今年の2月4日ぐらいですよね。2月7日か。そっから150万つけたのが6月24ってことですね。だから4ヶ月ぐらいか、5ヶ月ぐらいか。で、120万ぐらい上がったと。120万、115万ぐらいか。上がって、今回も、クズじゃないけど、まあ、80万円という金額から、まあ、300万から800万ぐらいいくんじゃないかなと。まあ、そこそこ300万かな、いくかなと思ってます。はい。まあ、あと、他の通貨もぼちぼち上がってますけどね。ビットバンクも念のため見てみます。はい、ちょっとね、朝ね、いろいろやらなくちゃいけないので、動画作りはこのぐらいにしておきます。垂直上げですね。垂直上げ、ビットコインですね。はい。一時95万いったのが、まあ、今ちょっと、チキンリグイしてるやからがいるんで92万8900円になってますけどね。また上がっていくでしょう。はい。日本人が起き始めたら上がってくると思います。そしてリップルも32円ですね。まあ一気に2円上がったということですね。まあ一時33円ぐらい言ってましたけどね。リップルもあれなんじゃないですか。あの日の、この日のごとく2017年12月11日、12日ぐらい、11日ぐらいのように、その前日まではね、何食わぬ顔してて、リップルがね、いきなり垂直上げしましたからね。まあ400円までね、今回は1000円ぐらいまでいくんじゃないかなと思います。まあ、垂直上げで、リップル期待しております。1000いくことを祈っております。はい、ビットコイン、とにかくね、ビットコインが上がらないと何も上がらないからね。はい、ビットコインが、はい、ちょっと、フルですね。フル垂直ですね。ロケット上げですね、これね。はい、ということなので、皆様もね、また乗り遅れることなくビットコイン購入した方がいいと思います。はい、またね、ああ、ちょっと買い忘れたっつってね、大泣きしてね、あの時買っとけばよかったと。92万でもね、110万でも140万でも買っとけばよかったと。300万、500万、800万、1000、200万になった時にはもう大泣きするしかないですからね。まだまだ安いですからね、ビットコインね。まあ、ここら辺で買うのが一番良かったけど、もうね、タイムマシンなんてないんだろうし、まあ、このね、低い80万円で買いたかったって、そんなの無理だから、もっと下がるんじゃないかなって勢いあったからね、したら爆上げでしょ。あ、そしてニュースなんだけど、ごめんごめん、これね。コインポストさんの速報ですね。ビットコイン大幅急騰で90万円、に復調と、ビットメックスは2万 BTC のロスカットと。ロスカットと。あ、2万ビットコインのロスカットってすごいね。ビットコインが急騰、前日比で 14% 高の92万円に達したと。はい。10月24日に90万円終わって急落した水準を全戻ししました。これね。これですよね。実際には、まあ、いくらになってたかというとですね。最高で、95万円になってますね。今朝95万円になってる。80万円から95万円。15万円高ですね。はい。で、これですね。中国の習近平国家主席が、中国共産党の、政治局委員会会合でブロックチェーン技術の推進で発言、イノベーションの中核の技術の一つ、ブロックチェーン技術の本格的な導入の必要性を示したことなどが相場を後押ししたということで、まあ、中国の、まあ、ベンチャー企業として、ベンチャー企業は、まあ、ブロックチェーンをね、まあ、やっていいですよと
だから売り買いもしていいですよってことですね。で、ビットメックスのポジション比率では今回の急騰、相場急騰で 19,700 ビットコインのショートカットポジションがロスカットされたことが確認されている。ショートポジションでね、ショートカットっていうの、これショートポジションがロスカットだよね、これね。だからもっと下がるんじゃないかと思って売りを利したわけだね、これね。もうね、売りを利したのが、って勝利受けて勝利まだ上がってるね、これね。上がってきたね、またね。上がってきた。日本人起き出したから、日本人まだ寝てるか。上がってきちゃったよ。どうするこれ。上がってきて、これ買わないとね。はい。ロスカットきついね、これね。先日には、Google が量子コンピューターで量子超越性を実証した件で、分散型技術が破られると伝わるなど、市場が不安視する見方が見られたほか、25日のビットフィネックスの 8.5 億ドル預かる金融企業、クリプトキャピタルの CEO が逮捕されるなど、悪材料も相次いだが、80万円のラインを下回ることなく反発したと。ビットコインハッシュレートが上昇する一方で、相場下落が続いたビットコイン相場にマイナーの収益ラインが寄付されていただけに、今回の大幅反発で市場に安堵感も見られると。マイナーっていうのはマイニングの人たちね。はい、ということでですね、やっぱり中国の国家主席ね、中国ナンバーワン習近平さんがですね、やっぱり中国人は仮想通貨ビットコインとかね、仮想通貨を解禁しますよと、再びね、ということで、爆上げしてるので、これね、日本人仮想通貨大好きですけど、日本人が寝てる間に爆上げしましたから、起き出したらどれだけ上がるか分かんないね、これね。だから今このニュース、この YouTube 見れてる人はラッキーだと思いますね。7時から上がってんのか、昨日の夜ね。ただここは爆上げは12時ちょうどですね。まあ、上がってきちゃうでしょうね、これね、どんどんね。上がってるもんね、実際にね。はい、多分今日は土曜日なので、日本人はゆっくりね、ビットコインの購入ができると思います。また、体のエラとかね、リップルとかノアコインとかも爆上げをしてくるものと、上がってきてるね。思われます。それでは今日はこれで終わりにさせていただきます。今日はちょっとね、出かけなくちゃいけないから、朝早くねまた動画作れないと思いますが、これからもね、頑張ってください。それでは千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。昨日ね、千葉県は大雨やられましたけど、松戸は私のところはね、大丈夫でした。それでは皆さん、ご心配かけましてありがとうございました。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。